福岡市役所ですよ。そしてベスト電機、福岡の家電量販店といえばベスト電機ですよね。もうベストの隣です。え、もしかしてみすゞ庵ですか？そうです。おお、マジで知ってます？有名なメニューあるみすゞ庵は。いや、そば美味しいけども、ここ超有名なメニューあるんです。超有名なメニュー？え、みすゞ庵でしょ？はい、ここです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 ね。はい、ああ、ここです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 。うわ、もうさ、だしの匂いがいいね。香りが。いやいや、ここいっぱいありますよ。そうですね。ここですね。はい。カツカレーそばです。カツカレーそば。はい。もうめちゃくちゃ有名です。ちょっと一番最初にあるじゃん。そうそうそう。これ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 。これ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 。これ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 です、これです。いや、しかもさ、もう2時過ぎてんのにめっちゃ多いよ。いや、もうぜひこれを。分かりました。すみません。あ、こんにちは。私中島と申しますが、はい、オッケーです。失礼しま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 す。ちょっと空いてるお席でお願いします。すごいぞ、厨房が。あ、こんにちは。どうもすみません。よろしくお願いします。ありがとう。よし。カツカレーそば。これですね。カツカレーそばの方にしますか？うどんじゃなくてそばですね。それと、あ、創業何年ですか？ですね、創業はですね、昭和23年って聞いてます。ただ最初はそば屋じゃなくて食堂をしてたみたい。カツカレーそば有名って聞いた。そうなんでカツカレーそばだろう。それがね、カレーライスっていうのが流行り始めたでしょ。それでうちはカツ丼、カツは全部揚げたてなんです。エビも揚げたてなんです。カツも揚げたてで、カツ丼っていうのを出してたんですよ。そして私が、いや、カレーもね、よく出てたんです。カレーそばっていうのが。で、カレーそばは柏が入ってるんですよ。だから柏を抜けて揚げたてのカツを入れれば、カツカレー丼ガツカレーそばとかうどんとか出せるじゃないって言って、そしたらやってみようって。カツをもともとカツがあるから。そうですね、そうですね。カレーの出汁もあるから、だからやってみたらって。でもう今や名物メニューに。そうそうそう。もうじゃあ随分と長いメニューなんです。長いです。だいぶなります。どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。カツカレーではですね、エビ結びも美味しいんで召し上がってみてください。じゃあエビ結びを2つとカツカレーそばを1つ。おばあります。お待たせしました。くこれ。ああ、来た。ああ、来ました。うわー。うわ、これです。これです。うまそうだね。美味しそう。これはいいぞ。美味しそう。いや、もうさ。カレーの。この匂いが。食欲そそるよ。なんか蕎麦屋のカレーって感じですね。とろみがついたね、カレーにカツが乗っかってて。ではまずスープからいきます。いただきます。うまっ。ね、もうすごくスパイシーなんです。喉はピリピリピリってしてるけど、味はだしと、だからうまみ、それとスパイスがちょうど半々になった、ちょっと甘みのある。うまいぞ。そしてサックサクのカツ。あ、うまい。ガク、このカツは全然違う。もう揚げたてでサックサクで、それにこのそばを合わせますよ。おいしそう。うまそうだね。おいしそう。うまそうだね。とろみがすごいね。ではいただきます。完璧です。これはすごい。これが950円で楽しめるっていうのはすごい。カツはサックサクでうまいし、カレーそばのこのカレーのだし最高だし、もうね、それからそばもチュルンチュルンなんです。うん、美味しそう。めっちゃうまい。うわ、美味しそう。やけど注意。いや、それと。あ、で。天むす。これですか。はい。あ、美味しそう。エビ天むすび。エビ天むすび。なるほど。パリッパリできましたけど。なるほど。いや、これさ、カツカレーそばとこの組み合わせ最高でしょ。最高でしょ。確かに。いや、これにガク、これたまらんぞ。ガク、素晴らしかったね。いやー、本当に長く愛されてるっていうのはやっぱり美味しくって、お店が気持ちよくって、はい、最高なんですよね。